リプルスリーっていうポイントに結構レアポイントで、まあ、しょっちゅう来れるとこじゃないです、うん、一番下地島エリアの北側のポイントで、ここ結構なんか風の影響を受けちゃったり流れが速いことが多くて、まあ、なかなか来れないのででここのトリプルスリー、まあ、333なんですけど、まあ、空港の方くるくる回ってるレーダーみたいになってます、うんうん、そこから333度のポイントなので、トリプルスリー。だから、あんま関係ない。関係ない。ポイント的に関係ない。なんか333個あるとかそういうわけじゃない。で、この、まあ、特徴として、沖の方にこう張り出した根がポンってあって、で、ここに3つ穴があるんですけど、このホールがまあ沈んでるっていうイメージですね。で、ここのまあ最大水深、いきなり40メートル。で、まあ、1ポイント目だし、うん、まあまあまあ、下まではいかないですよね。この、まあ、洞窟の大体上の方をこう通っていく形になります。うん、それでも30近くあるので、うん、1本目からちょっとハード。ディープなポイントですね。そう。レア。レアです。で、まあ、この序盤にこっちのホールの方で、まあ、無限圧ギリくらいまで遊んで、でその後後半戦に、まあ、もう一個の特徴としてこっちの根のあたりに茜花鳥が、まあ、数千匹バーって群れててかなり綺麗なので、こっちで序盤遊んで無限圧なくなってきたなって思ったらこう上がってこっちの浅場でゆっくり遊ぶっていう予定です。はい、わかりました。はい、で今船いる方が、まあ、この根のちょっとこっち側、でも船がちょっとこっち向きに向いてるので結構ポイントすぐですね。で、よくこの根の上に今カメがよくいるんですよ。結構でかい。さっき間違って見てきた。今日結構透明度も良くてスカーンって晴れてる、まあ、最初ちょっとこの辺で遊んでその後、まあ、こっちに入っていきます。で、この時ですね、まあ、こっちの方から入っていくんですけど、ここでもまあ30メートルあるので、ほんと下まで行かないよ。だいぶ深いです。入り口の時点でもうそうなんです、ガウディの最新日よりちょっと浅いくらい。いきなり。で、このホール内ですね、よく赤くくりっていう魚がまあこの辺、ポン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 って。そうそうそう。ツバメウオとかわかります。まあそういう感じの魚がポン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 っているので、まあ、こいつを背景とセットで撮ったりしても綺麗なので、ワイドレンズだったら結構いろんな穴が入る。中でこうぐるぐる角度変えながら撮ってみたりしてください。生地の広いホールって感じですか？まあ、そうですね、穴が3つあって、まあ、基本的にこう進んでいくって感じになるんですけど、で、あと、まあ、この中に磯花、うんうん、赤と黄色の磯花がまあドーンって結構ダイナミックなやつされてるので、それをこう背景に入れつつ撮っても結構綺麗なので、こうライトとかあったら当ててあげて、まあ、外のブルーだけ撮っても、まあ、かなり綺麗なんですけどで、まあ、この辺で、まあ、無限圧ギリくらいまでこう遊んで、そしたら次こっちの根の上の方に出ていきます。で、こっちの方はまあ外洋なので結構、まあ、魚影っぽいし大物が通る可能性もあるので、まあ、沖の方チラチラこっちぐるーって進んでいって、で、まあ、その後にこっちの浅場の方で、まあ、金花鳥が大量にいるので、あとこの中層まあ行き泳いでいくんですけど、その時まあまたガウディみたいに私と同じくらいの水深で、わかりました。で、この辺で徐々に水深落としていくっていう形になるので、はい、で、こっちの方のね、浅場の根とかもあの梅色もどきっていう青と黄色のやつとか結構この辺にもいるので、まあその辺で遊びながら時間を潰すって感じですね、後半戦は。はい、わかりました。まあ、注意点としてはやっぱこのホール内のでも深いので下まで行かないように、あと泳ぐ時も下まで行かないと。で、あとはですね、無限圧と残圧の減りですね、はい、だいぶ速くなると思うのでこまめにチェックしていただいて。はい、わかりました。で、私がまあ多分この深い時にも1回聞くと思うので、あと無限圧も残り5分になったら一旦教えてください。わかりました。はい、で、まあ、ダイブタイムは40分前後予定しております。ありました。で、集合場所は今後ろに白いロープが出てると思うので、その
ウェイトのところで集合して一緒に向かっていきます。はい、ではマンツーマンですか。よろしくお願いします。お願いします。